チェルケスクは、ロシア連邦の都市。北コーカサス西部に位置するカラチャイチェルケス共和国の首都。人口は116,400人。クバン川の右岸に位置する。20km 北には、カラチャイチェルケス共和国とスタブロポリ地方との境界が走る。最寄りの町は 16km 南西にあるカラチャイ。チェルケスの町ウスチジャグタと 47km 北にある。 スタブロポリ地方の町ネビンノムリスク。1804年にクバンコサクラにより、ロシア帝国の南の国境を守るための軍の基地が建設され、1825年に要塞からスタニツァの地位を得た。1825年当時はバタルパシンスカヤと呼ばれ、1880年にはクバン地方の行政中心地となった。1931年に市となり、 バタルパシンスクと改名されたが、その後何度も解消された。1934年に、ソビート連邦の政治家、ダニール・スリモフの栄誉を称え、スリモフに、1937年に、スリモフが粛清されると、内務人民委員部の長官ニコライ・エジョフにちなみにエジョボ、チェルケスクに、さらにエジョフが粛清された1939年には、チェルケスクと解消され現在に至っている。 1989年の国勢調査では、チェルケス人が35.0%、ロシア人が33.0%、カラチャイ人が20.7%、アバザ人が11.5%を占めた。その他、少数派として、ノガイ人、ギリシア人、アルメニア人が住む。カラチャイ・チェルケス共和国の中心として、多くの大学及び大学分校が所在する。また、 劇団、公共楽団、コサックダンスグループなどが本拠を置く。かつては一農村であり、現在は、電気、比較、食品産業などが立地する。ロストフなどぬとトバ方面を結ぶ北高架カサスの幹線である高速道路 M29 が近くを通るほか、市内にはトロリーバスが走る。ありがとうございます。